はい、どうも、皆さん、こんにちは。なおみちです。えー、まあ、本日の動画はですね。まあ、あのー、今日ですね、ちょっと、あのー、まあ、最新のね、えー、デリシャスパーティープリキュアを 見てってっいうことで、まあ、それでちょっと思ったことをちょっとねえー、まあ述べたいなというふうにまあ思っていますあのー、まあそれに関してなんですけどあのー、プリキュアシリーズって大体ね追加戦士っていうのが 追加されたりとかするわけじゃないですか。まあ今はね、13人でやってる感じっぽいんですけど。で、あのー、そっからね、あのー、半年、まあ放送開始してから半年ぐらい経つと、まあ、あのー、追加戦士っていうのが、大体いつものパターンだと出てくるじゃないですか。 で、ちょっと私がちょっと思うには、その追加戦士が散々、そのね、まあ、序盤の方から敵として出てるジェントルじゃないのかなっていうふうに僕は、まあ、 見ていてですね。あのー、っていうのはですね。まあ、戦闘、今回の戦闘する前に、まあ、まあ、レシピピをね、あの、小さな、もう携帯サイズですよね。の箱状のものにね、閉じ込める。 で、まあ、あのー、まあ、で、それで敵が出てくるわけですけども、そっから。<laughs> っていう感じの箱をですね、あのー、まあ、いつも使うわけじゃないですか。で、その箱を使うのに、そうため立ってるシーンとかもあったりとかして、で、あったりとかですね、 で、その戦闘が終わって、で、まあ、ジェントル自身は戦わない、かったんですけど、で、まあ、負けた後に、え、まあ、ジェントルの一言が、 まあ今回は衝撃的ですよね。あの、レシピッピーを傷つけてごめんっていうセリフを吐いたわけですよ。こうやって、あの、今までのシリーズの敵キャラにはあまりなかったことなんですね。っていうか、あの、どの作品にも、まあ、こういった作品、 そう、こういったセリフ回しっていうのは、あまり見られません。なので、どっか知らんのタイミングで仲間になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ったりはしましたね。で、今までのプリキュアっていうのを見ると、まあ、こういう感じで、なんかそのね、 あのー、まあ敵だったのがいきなり仲間になるみたいなのは今までなかったわけじゃないですか。ね。あのー、敵でも味方でもどっちもなかったけどなんかあのー、まあ第三者みたいな感じのところまあ第三勢力ですよねっていう感じだったのが。 仲間になったりみたいなね。まあ、スタートインからプリキュア、なんかね、まあ、いわゆるスタプリですね。えー、まあ、スタプリなんかもそのパターンですよね。あれなんかね、あの、まあ、出てきた当初は、なんか脇役かなんかなのかなって、まあ、ゲストキャラなのかなぐらいの。 そんな勢いでしかなかったのが、なんかプリキュアになってっていう <laughs>、えーみたいなね、感じだったわけじゃないですか。まあ、上坂すみれさんをね、まあ起用してる時点でね、まあ、あのーまあ、ゲストにしちゃちょっと豪華すぎるゲストだなっていうのはあったかもしれないですけど、でも、豪華しすぎる ゲストなんて、ねあのー、日朝なんて珍しくもなんともなかったわけですし <laughs> だってねあのー、暴れん坊将軍とかにも出てる金松さんが <laughs> あのーねまあ結構お年を召してらっしゃる俳優さんですよねが ブレードのゲストキャラで <laughs> 出てくるわけですよ。主人公が、まあ、あの、まあ、第1話で、行を追い出されるんですけど、で、その行の管理人っていうことでね、まあ、あのー、出てくるわけじゃないですか。で、カニマスさん出てくるの、確かあの1回だったと思うんですけど、 あのーね。もうブレード好き、ブレードファンはもう、ね、終わってると思うんですけど、ね、あのー。オホツクパーのやつですね。<laughs> なんか言ったべ、マリモ <laughs> のやつですね。 っていうふうに、ね、豪華キャストが、まあゲストっていうね、パターンもね、まあ、考えられなくはまあないかなっていう感じは。まあ、あるにしろ。まあでもこれまでのはなんかちょっと違うのかなっていう。 ね、まあ、展開だけを見てみると。で、似たような感じの展開だった作品っていうのが、プレキュアじゃないけど、あるっちゃあるんですよ。まあ、えー、例えばですね、ギアファイター、電動に、 出てくる、オーガっていうユニットがあるんですけど、ええまあ、自然公が乗ってる電動の兄弟機ですね。あれのパイロットが確かアルテアって名前だったと思うんですけど、そのアルテアもそのパターンで、であったりとかですね、 えぇ、ー、百獣戦隊、ガオレンジャーっていうのが、ね、あの、日朝の戦隊ものの特撮であるんですよ。で、その、ガオレンジャーの老気っていうね、狼に鬼って書くんですけど、で、これなんかもそのパターンですよね。要は、これ何かっていうと、 まあ、あのー、中身になったっていうわけじゃなくて、もともとね、えー、戦ってた大先輩だったんだと。けど、敵の手に押してしまったので、まあ、それで主人公と敵対することになってしまった、みたいなね。そんなパターン。 ですよね、なんでまあそいつ自身を一、まあ、回倒しぶっ倒したことによってまあ元の戦士に戻ってっていう感じのところがあったわけですけどガオレンザーの朗キもアルテアもまあ朗希もアルテアもまあそんな感じなわけですけども。 だから、ジェントルと直接対決するっていうのが、まあ近い将来なのかどうかわかんないですけど、まあありそうな感じがするなっていうところですよね。えー、その直接対決をして、 ジェントルをぶっ倒しました。で、そしたらね、あのー、仲間になりますみたいな。だから、からジェントルはだから、元プリキュアで、何かしらの理由で力を奪われた、大先輩だったっていうね。 そういう可能性があるのかなーっていうようなことをね。まあ、ちょっと思ったっていうかね。まあこれはだから。まあですからこれはね、そういうこともあるっていうことなんですよね。うん、まあ。 これ私の経験っていうかね、あの、まあ、いろんなアニメ作品とか特撮作品っていうのはね、まあ、あ見てきたから、そういうことをね、えー、まあ、言えるわけだけども。だから、まあ、簡単に言うと、だから、まあ、あ王道パターンですよね。うん。一言で言っちゃうと。まあ、王道パターンですね。プリキュア、 シリーズにはなかったけど。まあ、お、ま、王道の範疇っちゃ範疇でしょう。の感じで。ではまた。